この針を落とす瞬間がたまらない。で、この瞬間もたまらない。人間っていいなでしょ。トリスハイボール、ただいまー。からの家飲みスタート。辛口のレトルトカレーにカマンベールチーズを丸ごとレンジで数分、その間にトリスをプシュリ。そしてじゃーん、天才。人間っていいなでしょ。トリスハイボール。トリスハイボール。よっしゃせい。1名行きます。1名様、空いてるお席どうぞ。ありがとうございます。1名様ご案内です。いい、いい食べっぷりだ。いい、いい飲みっぷりだ。すいません、はい、トモ三角上ロースにライスで、あと PSB おかわり。いい頼みっぷりだ。いい巻きっぷりだ。はい、 PSB おかわり。はい、もらった。いいもらいっぷりだ。からのいい焼肉っぷりだ。すいません、はい、アーフェクトサントリービール糖質ゼロ。うまいものにはうまいビールでしょ。焼きそばもいきます。行っちゃう。はい、豚玉おみそば、マヨも。はいよ、こちらダブル粉もの。ウィス PSB ワンパック。だがそこがいい。パーフェクトサントリービール糖質ゼロ。うまいものにはうまいビールでしょ。はい、いらっしゃいませ。何名様。2名。1名上ロース PSB コージ君。上ロースでライス巻いちゃってるとか。で PSB いっちゃってるとか。ライス、はい、パーフェクトサントリービール糖質ゼロ。うまいものにはうまいビールでしょ。私とママはすごく似てたり、全然違ったり。ほろ酔いで話そう。サントリー一口ちょうだい。いつもの仲間とホワイトホース幸せ。マイホースホワイトホース日本限定12年も。レコード届いたんだ。その笑顔、さてはいいの見つかった。わかる。じゃあいつものですね。あれ、この曲もしかして。最初に行ったバーで聴いた曲。今日は一段と美味しいですね。クラフトウイスキーメーカーズマーク。乾杯をもっと美味しく札幌。どんな時間が好きですか？どんな時間を大切にしていますか？あなたのとっておきの時間にカラーユアタイム恵比寿。乾杯をもっと美味しく札幌。どんな時間が好きですか？どんな時間を大切にしていますか？あなたのとっておきの時間にカラーユアタイム恵比寿。あ、え、指輪でしたか。マジで海で金麦金麦怒ります。とか言ってあったー。今日も暑いぞ。金麦がうまいぞ。帰れば金麦。いいですね、夏の音。そして金麦は夏の味。帰れば晩酌、帰れば金麦。今だけ夏の味。
これ全然動かないですね。そうっすよね。降ります。降ります。マジっすか。ありがとうございます。頑張って待ってろ金麦。今日も暑いぞ。金麦がうまいぞ。帰れば金麦。いいですね、夏の音。そして金麦は夏の味。帰れば晩酌、帰れば金麦。今だけ夏の味。夏だー、ライムだ、透明だ。コカ・コーラクリアライムは飲めば飲むほど、飲めば飲むほど爽快サマー。コカ・コーラクリアライム、夏限定。良き夏じゃ。コカ・コーラクリアの透明な爽快感は喉の奥から。ああ、きたー。コカ・コーラクリア新発売、スッキリ。ハフハフ辛い鍋、ビールで復活、またまた辛いぞ。冷たい風が気持ちいい、冬って最高だ。やっぱりビールは美味しい、嬉しい。キリン一番搾り。あー、幸せ。ホワジャオ香る四川麻婆と水人ソーダですね。ホワジャオジュワー、流行ってますよね、それ。合いますよ、麻婆の水分。ホワジャオドラー、居酒屋飯の水人ソーダ、サントリー水。はい、ホワジャオ香る四川麻婆と水人ソーダですね。うん、フォアジャオ！ジュワーン！やっぱ流行ってますよね、それ。フォアジャオ？じゃなくて。あ、スイね。どうだろう、僕は行くの。じゃあ私も。うん、あの、合いますよ。麻婆と、うん、スイに。フォアジャオ！ドラーン！美味しいですね。居酒屋飯の水人ソーダ、サントリー、スイ。それはもう、流行っちゃうかも。心地よい、サントリーほろよい。どこで？あ、家です。家です。家飲みです。ここね。金麦はこれまで家で飲まれて160億本。160億本。まあ飲みますか。家でね。We Love Home、新しくなった金麦。糖質オフってことで、私は自由になったぞ。コロッケかじって、ゴロゴロして、ゴロゴロする。うんうん。私は家で糖質 75% オフ、金麦のオフ。さて、今宵は今宵もか。これです。初めましての金麦タイム。金麦タイム。プシュッと開ければ俺たちの、私だけの乾杯。乾杯乾杯。いい時間だぜ。 We Love Home、 新しくなった金麦。ここで、いや、こっちで。おお、来た、ベスポジ。右手にチーズ、左手に金麦、背中にクッション。
幸せか？だから私は家で新しくなった金麦。あ、え？指輪でしたけど。マジで？海で？金麦。金麦。おごります。とか言ってあった。今日も暑いぞ。金麦がうまいぞ。帰れば金麦。いいですね、夏の音。そして金麦は夏の味。帰れば晩酌、帰れば金麦。今だけ夏の味。今までの缶ビールとうまさが違う。ますますお店の生ジョッキ、新生ジョッキ缶。皆さん、生ジョッキ缶楽しんでますか？この度生ジョッキ缶がリニューアル。蓋が開けやすく、よりきめ細かい泡が出るように。生ジョッキ缶をもっともっと美味しく楽しむコツを一緒に学びましょう。ではご覧ください。どうぞ。ではまず私、白石麻衣から冷やし方のコツを伝授します。いきなり重要ポイント。生ジョッキ缶は冷蔵室でしっかりと冷やしてくださいね。ぬるいと吹きこぼれる恐れがありますよ。注意。冷蔵室から取り出したらなるべく早めに飲みましょう。生ジョッキ缶は温度によって泡立ちが変化します。飲み頃温度は4度から8度。ちなみに4度以下だと泡なしのキンキンのビールが楽しめますよ。では次は生ジョッキ缶ならではの開け方をなあちゃんからお願いします。ご紹介を受けまして、私西野七瀬から開け方のコツを教えちゃいます。コツは迷わず思い切って、安定した場所でしっかりと缶を握り、リングに指をかけてタブを起こしたら、そのまま指をかけて手前にまっすぐ引き上げて、いい音。こんな開け方はダメ。タブが斜めの状態で開けたり、タブの根元を押さえて起こすことは絶対にやめてくださいね。タブが缶のここに収まっている状態で開けましょう。皆さん、わかりましたか？飲み終わったら蓋は缶に入れてリサイクル。この音も飲んだ後のお楽しみですよね。さらにもっと楽しみたい方のために裏技も教えちゃいます。よっ、待ってました。泡をもっと楽しみたい方は手で包むと泡が出やすくなりますよ。簡単ですね。なんか力を込めてるみたい。そしてこれは知る人ぞ知る、ぬるま湯につけると泡がモコモコ立つんです。ただし温めすぎは泡が勢いよく出てしまうので気をつけましょう。ぬるま湯、私もやってみようっと。では私からも一つ。缶を逆さにして冷やすと泡立ちが良くなるんだよ。なんでかは私もわからないんですけどね。ぜひ皆さんも新しくなった生ジョッキ缶を楽しんでくださいね。アサヒスーパードライ。マルちゃん、あっこの姉ちゃんなんか見たことある気すんな。大丈夫。マルエフ、提供早いな。マルエフリスペクトしすぎやろ。ええ顔で飲むな。曇った。漫画か。やっぱ見たことあるわ。あ、こっち見た。この姉ちゃんなんか見たことある気すんな。大将。はい、マルエフ。提供早いな。マルエフリスペクトしすぎやろ。ええ顔で飲むな。大将、冷やしトマト、豚バラミニトマト、トマトの肉詰め。頼むな。全部トマトや。何や、仕事か。返信早。まろやかな旨味みたいな顔すな。こちらのお客様、お待たせ。はい、どうも。なんかむっちゃ見とる。これ美味しいね。うちの看板メニューです。自分で見せちゃうで。目で訴えとる。大将、同じのね。伝わった。ありがとうございます。はい、え、またトマト。曇った。漫画か。それはよくあることだ。やっぱ見たことあるわ。あ、こっち見た。
マトのマリネ。またトマトや。お好み焼きとご飯めっちゃ合うな。お疲れ様です。今日も大変やったな。お疲れ様やね。お好み焼きは格子切りじゃけ。お疲れ様です。今日も大変じゃったね。お疲れ様じゃね。ラーメンはやっぱバリカタやね。お疲れ様です。今日も大変やったっちゃね。お疲れ様やけん。あらちゃん、あっこの姉ちゃんなんか見たことある気すんな。大丈夫、マルエフ提供早いな。マルエフリスペクトしすぎやろ。ええ顔で飲むな。曇った漫画か。やっぱ見たことあるわ。あ、こっち見た。キリンウイスキーリクは富士の自然と職人の歴史がなければ作れない。本物だね。好き。キリンリク。あ、問題。パパが飲んでいるのは糖質入ってるビールでしょうか、糖質なしなしビールでしょうか。普通のやつだろ。糖質なしなしビールでした。なしなしじゃないだろ。気づかないぐらい美味しいんだから、糖質なしもありな時代じゃない。時代ね。もう糖質が好きなの。ビールが好き。青の一番搾り糖質ゼロ。新しくなった。パパビール買ってきたよ、新しいの。それ糖質ゼロだろ。俺はそういうの飲まないんだよ。出た先入観。経験値だ。今や糖質とオイスター無関係なんです。いや糖質がないともう変わってるんです。そういう時代になっちゃってるの。暑いから美味しいだけだろ。美味しいって言ってる。青の一番搾り糖質ゼロ。新しくなった。今日のこの日を待ってたぞ。さあさあいよいよ新しいビール、この一杯のために来た。こいつはたまらない。美味しい新ビール誕生、新一番搾り。幸せ。一番搾り4年ぶりの夏応援プロジェクト、キリンと JR 東海。ララ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 ルルルルルララ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 ルルルルルラーラン。アサヒ生ビール、はい、それはお店で愛され続けてきたまろやかな旨味。いい顔で飲むね。日本の皆さんお疲れ生です。アサヒ生ビール、心地よいサントリーほろよい。心地よいサントリーほろよい。あー、たまらん。ザ・プレミアム・モルツ。しみるご褒美だ。とびっきり美味しいビールを飲んだなら人はどんな顔に。いかわりに流しそうめん、特別な夏にする、ぜんぶ楽しむぞ。夏が熱いね同窓会に飲み会打ち上げ、特別な夏にする、全部楽しむぞ。くるるるるんるん夏が来る、フェスにお祭りどんどん花火だ、特別な夏にする、全部楽しむぞ。ずっと待ってた夏が来る、
久しぶりの暑すぎる夏だ。ビールも絶対冷やしておくぞ。全部楽しむぞ。さあ今年こそ美味しい嬉しい夏にする、キリン一番搾り。新グリーンズフリー、きたきた。おや、菅野さん、もしかして今日はうなぎとなると、お茶もいいけど、せっかくだから嬉しくなっちゃいますか。ノンアルですよね。おいしい。毎日をちょっと特別にするノンアル、日本初で売れてます、新グリーンズフリー。最高。新しいプレモル、新しい広瀬すず、大人になって分かったんです、週末に飲む美味しいビールほど尊いものはこの世にない。あ、たまらん。ザ・プレミアム・モルツ、あー、しみる、ご褒美だ。新しいプレモル、新しい広瀬すず、大人になって分かったんです、週末に飲む美味しいビールほど尊いものはこの世にない。週末のご褒美、ザ・プレミアム・モルツ、たまらん。金麦もオールフリーもプレモルもサントリービールのうまさは、時の流れが叶えるもの。長い年月をかけて山が磨いたプレミアムな水、天然水。その恵みを手間暇かけて丁寧に仕込む、時の流れと作り手の情熱があなたの最高の乾杯になる。そう信じて、天然水のビール工場からサントリービール。淡麗グリーンラベル、半袖、新緑、そして新しくなった淡麗グリーンラベル、糖質 70% オフが嬉しい季節です。